日南市の南郷中学校では毎年シーカヤックの体験授業が行われていて、今日は1年生35人が参加しました。生徒たちはパドルを一生懸命漕ぎながら、時折日南海岸に浮かぶ島々を眺め、海の散歩を満喫していました。シーカヤックの高さで見える島々が綺麗でした。南郷中だけでしかできないようなことだし、地域の方やボランティアの方々のおかげで、こういう私たちがこういう活動をすることができているので、やっぱ感謝してやっていきたいなと思います。みんなで経験して、それをまたいろんな人に広めたりして PR とかにもなるんじゃないかなって思います。南郷中学校では全校生徒がシーカヤックの体験をすることになっています。はい、県内のニュースはまた6時15分からお伝えします。それでは今日の番組内容です。おたつけキッチンはウインナーで簡単夏メニュー、ちぎりウインナーの旨だしそうめんを作ります。